こんにちは、ひらたくチャンネルです。こんにちは。こんにちは。ラケット師団、はい、金曲シリーズ、はい、現在第2弾まで出しました、はい、で次は、今回第3弾、はい、第3弾はどれを打ちますか。まだそんなにあるのか。まだ今あるで、これがいいです。全部入れるともっと種類が多い。今試してみてって言って送られてきたのが、あと残り4種類、7と9、これは7枚合板で、15、これは5枚合板の黒炭仕様、絶対いい。それって最後のどこやで、 3T3T っていうのは多分ひょうひょう301っぽい感じのインナーラケット。金曲シリーズ結構、まあ、動画自体がマニアックな感じなんだけど、まあ、その分あのいただくコメントもちょっとマニアックなコメントをいただいてありがたいんですけど結構このセブンがいいらしい。なんかマロンが使ってた使ってなかったみたいな。ガチどれいく。一斉のデビューさします。一斉ので、これはないでしょ。ないでしょ。これめっちゃ気になる。いや気になる。打ちたい早く。早く打ちたい。もう三段ちょうどね。まあ多数決ついたこの国体かな。はいはい。これでいきましょう。これでいこう。はい。でこれはどっちも7枚やし、なんかダブルで試合してもいいかなと。で最後にこれがピンクが選んだ 3T。いや、これがピークやったらしい。これって言ってる。もう最後これが微妙やったわみたいな、取り扱いしませんみたいなのあったので、これ絶対フィルムガラスな。フィルムね。フィルムが全部一緒。金曲15。すごいな。すごい。これ合板構成は、うん、何なの。普通の5枚合板。芯が分厚いな。外板がめっちゃ薄いね。芯を分厚くして外板2枚をめっちゃ薄くして15 6.1mm。 絶対いいわ。外板が硬い感じしてるな。うん、あ、これ絶対いいわ。よくそれは握りやすい。それ良さそう。そっちの音は高い。これやと。そっちの響きそう。いや良さそう。あ、やっぱこれ301っぽい気する。あの強弱。ということで今回は黒炭金曲15試合したいと思うので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、では金曲15黒炭仕様です。もう絶対いい、うん、結構飛ぶ。5枚の割には飛びそう、うん、お願いします。お願いします。結構飛ばまんなら早いな。いやめっちゃ好きかも、
いいやつでもそれで分かりますもんね。思ったあのところにボールがいって、このサーブの時点で、あ、いいわ、めっちゃ気持ちいい、打ってって気持ちいい。まあ、最近今日は練習してるんで。あとちなみにこれ塗ってないですか。めーちょっと下回転。いいわ。あ、いいっすか。あの感覚がいい。あー良さそう。おー、いくわ。いいわ、うん、掴んだ、いいわ、掴んだ、ちょっと簡単ですけど、くるよ、感じ、信用外した時がやっぱ全然赤は、あー、ちょっとオーバー仕方ないですよ。もう今みたいに死んでいったらめっちゃいい、好きやわこれ。まあ、塗ってないですよ。すごい塗ってなくてそんなにボールすごいテンションラバーでいい、うん、リーグ05うわやばあー、多分今今なんか分からない、おぉやっぱ球離れちょっと早いよ、早いやっぱ上板があれか、うん、硬い、全然ぶっ飛ばんという感覚的には、でもちょっとバタバタのアウターに近い球離れです。 あの速さで球を持つから多分バタバタのアウターとか好きな人は意外と使いやすい。めっちゃいいじゃないですか。大好き。でもやっぱ打感は木材から全然コントロールできる。あ、いいわ、いいわ。全然思ったより、うん、性能が良すぎた、うん、マジで
動画内で見たけど、黒炭のこの硬さと、はい、で、硬くて卵のりがパーンっていくけど、芯の板が多分結構持つ系の芯の板を使ってるから、うん、しっかり玉を持って、でも打感は硬くいくっていう、なんか絶妙な合板構成、うんうん、芯が厚いから飛ぶっていうのもあるかもしれないですね。うん、芯はだいぶ厚い、この板板自体は 6.1mm だけど、芯がもうほぼ芯、ほぼ芯5枚5枚がほぼ芯やば、上の2枚がめっちゃ薄い、うん、いや、これは前の5とかより全然好き、うん、今んとこ金曲シリーズナンバーワン。最近売ったラケットで結構トップクラスにいいんじゃないですか、うん、いい、久しぶりにいい、うん、いや、楽しかった、しだして久しぶりに、うん、これはいい、あれですね、いいラケット発見した、うん、いや、ちょっとあと残りの金曲もちょっと楽しみやな、いや、もうほんまにマジであり、ありということで、以上今回は金曲の15でした。はい、はい、また次回他の金曲シリーズ、はい、早く残りも試していくので、ぜひまたよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。